どうも、おしまいす。うきです。ジャガモンの斎藤です。メズの映画版というシリーズでございます。新作にこだわらずですね。はい。名作、旧作映画を喋っていこうというシリーズでございます。はい。今回はですね、2024年の10月に公開される、踊る大捜査船シリーズの最新作。ははは。室井慎司さん。ね。2024年に踊る大捜査船最新作って言うと思わなかったね。いや、でもそんなことばっかりですからね。そうか。意外とそうか。そうだよな。バッドボーイズとかだって、そうだし、 かかだし確かにもうリバイバルリブートのーまあ時代ですからまあそれでやっぱフジテレビで言えば、うん、やっぱり「ガリレオ」の新作と「ドクター・コトー」の新作 GTO のスペシャルがありましたからね。そうかそう考えるともう 畳みかけてきてるっていうかも。ガリレオの新作ってあったんですか。ガリレオの新作ありましたよ。え？やったじゃないですか。あのちょっとサブタイトル忘れちゃった。あ、二三年前ですよね。いやいやついこの前じゃなかった。本当に？うん。超最近だよ。去年ぐらいじゃない？あそうでしたっけ見ましたけど、一昨年ぐらいだ気がするけど。あそんな前だったかなうんうん。まあまあでも確かにね。定期的にやってはいることで。そうね。その踊るだから僕らが反応しちゃってるだけだから。こんなにね。うん。 で前回はですね「えー、ザムービ o の、はいえー、方をやりまして一、はい、作ずつですね映画をさらっていこうということなので、うん、今回はですね2003年7月19日公開の「 『ザ・ムービー2』レインボーブリッジを封鎖せようについてしゃべっていきます。出ましたもう興行収入1番ですからね173.5億すごいね誰も抜いてないわけですからしたことない数字ですいまだに20年抜かれてないってことでしょそうですねすごいね興行収入歴代1位とんでもないねいやすごいっすよ本当とに正直ワンも良かったけどこれこの成績があったからテレビドラマから映画にしようっていう流れっていうかねビジネスのフォーマットが1個できてるもんね確実にね うん、まあこの2003年の時点ではまだこうシネコンっていうのがねそんなにこう一般化してなかったタイミングでもうシネコンにあ流行りそうだから全部これでやるんだっていうのがガーってなり始めた時代でもあるしまあ割とね洋画が強かった時代でもあるからこう邦画がねこう一気にこうテレビ局とか主導の邦画がガッてきたっていうで。今で言うとその邦画が開けた こうスペースの部分をアニメが同じシステムでこう、はい、埋め始めたって感じになってるのでまあトレンドはねその後もちょこちょこ変わってはいるんだけどなんか一 多っていうかねこの週はもうこれが映画館の中でもう全国のスクリーンの中でこれが何割かをかけてますみたいなねそういう週ごとのリアルタイムの一興多弱みたいな空気をめちゃくちゃ作った気はします。日何十回もかけるみたいなことだよねっていうあと亀山千尋さんがプロデューサー的にねずっと踊るやっていくわけですけれども。 なんか売り方がこうネットとかの使い方も含めてめっちゃうまかったっていう話はまあザムービーの時のも多分ちょっとはやってたんだと思うんですけどこうあ確実にヒットするなみたいなえことからもう事前にいろんなことをやってたっていうねそのグッズを先に作っておく売れてからグッズを作るんじゃなくてグッズを先にローソンとかと組んでめちゃめちゃ出しておくことによってもう売れてる感を出すとか。 あとそのツタヤとかかなそのレンタルショップとかにその踊るに合わせて踊るの過去作を壁で展開してくださいとか一冊だけ本を出してそれを売るようにするんじゃなくて何冊も同時に本を出して平積みにして本屋をジャックするそういうのも亀山さんがめちゃめちゃ考えてやってたらしいなるほどね戦略家なんだねそこねやっぱね。とかあれだなあのホームページが会員制の。 登録なるほど。にして4万人ぐらいメルマガ会員みたいな感じの登録者がいて踊るファンの。捜査員っていう名前になってて今で言うとだからもう本当に熱いオンラインサロン会員みたいな感じだから悪い意味じゃなくてプペルとかのヒットとかにも結構形式としては近いものがあったと思うんですよね最初はだから初動は。クラファンじゃないけどみたいなことだよね ね、なるほどねで初回の上映の最後にこうできれば立ち上がって拍手をしてくださいみたいなのを流しといて本当に拍手が起こって<ー>でこう空気を作る、まあ、今やったら賛否両論になると思いますけど<ー>まだ誰もやってなかったレベルのマーケティングチャレンジを死ぬほど仕掛けたっていうのは多分これは功績としてはちょっとすごすぎるっていうかそののに170億超えってことなのか。うん なんでたまたまヒットしたとかヒットしすぎじゃねえかとかっていうツッコミは調べれば調べるほど裏があるっていうのは結構ね実はかるところなんですよねだからこの頃からやっぱ「踊るレジェンドシリーズどうの」みたいなこと言われだしてこれが公開されて以降もスピンオフだの「どうの」とかドラマの何だかうもやってたもんねいわゆるその第二波的な感じでこのあと増田さん室井さんが来ますので間髪入れずにね来ますので第二ブームが来て第二ブームの方がお金生んでるっていうのは。 結構珍しいでどでもこれは上げてくぞ稼ぐぞっていう,こうビジネスモデルとしての作りは本当に上手うまいすごいねとてつもなくうまいしじゃあ次はどうやるんだろうってことを考えることによって今の映画業界が学べるところもまあ多分あるんだろうなと思いますけどね敏腕プロデューサーですねはいで事件としてはですね、まあ、ザムービービに引き続いて、はいはい 映画にするからには事件を同時並行でいっぱい描かなきゃいけないっていう、うん、そのパターンねやっぱこれはこう自分ルールとして多分あったんでしょうと。でまあスリ事件がま多発しますと、はい、であと通り魔事件が達成しますと。 で会社役員の手殺自体が発見されますというのとぐらいですかねこの3つですかね基だからワン、ね、がうまくいっ、まあワンの物語の構成がうまくいってたっていうこともあってじゃあツーも一応同じように天丼というかね,そうですねしようってことだろうね。でまあ些細なところから処理してしまうと、はい、その、まあ、通り魔事件っていうのは、うん、まあ割とすみれさんとか雪乃さんとかがドラマの時に。はい まあその男性から違い受けるみたいなことがあったからまあそういう感じでシリアスに描くのかなと思いきやナインティナインの岡村さんで結構そそののの結構そのなんていうのメインの柱とはだいぶ違うサブストーリーっていうかこの部分ごっそり削っても全く問題ないよねっていう形になってるっていうのはまあうんでしかも「ザムービーの1個目の時の,その窃盗事件っていうのは窃盗事件が1個そのコスプレオタクみたいな人によって。 こうやってたっててたことで1個解決したふりして、うん、本当にもう僕はザ「ザム e m 最大の悪だと思ってる領収書ごまかし事件ということで「スリーアミーゴス」って本当に最悪なんだなっていう, <laughs> こう踊るの精神性とつながってる3個目の事件だったわけですよね。 しかし、その、オトル全体の精神性と全くつながってない、岡村さん出しのためのっていうのは、うん、うん、まあ、ザ・ムービー2の僕はあんまり良くないところかなとは、まず思ってます。まあ、面白にやっちゃったよね。<う>ね<ー>あの、ヴァンパイアっていうかなんか、<ー>歯みたいのつけてね。シャーみたいのやってて。うん やだからこのフジテレビだからめちゃイケもあったしなんかちょっとそこのオファーシリーズとかね全盛期だったと思うんですけど岡村さんが別のところ土俵でトライしていくみたいな空気感としてねうんことがやっぱり局の感じだよねそうね社風そうね藤井って感じ感じするよね今思うとねまあまあ悪いことじゃないんだけどまあまああんまりこうザ・ムービーの時の うん、一番ちっちゃかった事件よりはまう、あ、うまくいってないかなってちょっと思ってそう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 そ、えーまあね、うそ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 うねうそ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 うしうそ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 うのうそ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 のそうそうそうそ回そう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  なんでかっていうとあの要は事件に大きいも小さいもないっていう枠さんのね、はい、その信念のもとに頑張ってたはずなのに、はいはい、冒頭から「なん,なんだやる気なこれやる気出ねえな」みたいなこと言っちゃってんだよね青、うん、っがめっちゃ言ってるよねるで女子高生がこう噛まれててさすごいかわいそうな、ね、感じの雰囲気なのに「はいはい、え噛まれただけ?」みたいな。言ってる 噛まれれたた後さんでしょみたいな「いや噛まれただけ」「噛まれただけ?」みたいな「これは俺の事件じゃねえな」みたいなすごい嫌なやつなんだよね。よくないよくない。でその新しい通報があって「これは俺の事件か?」って遺産でいったらさ会社役員が SM プレイのねそそそそうううう潰されててでんか死んでるってことで自分の要は所轄じゃ。 操作できないんだってことに、うん、すごくこう「ああ」みたいな本店の仕事かみたいなんだよみたいなのが、うんうんうん、えすごい嫌なやつになっちゃったね。 そうですね。この五年でっていう。そうですね。まあ、ただ、えっと、僕は、えっとね、ザムービー2はいいとかも悪いとかも結構あるなって思ってるんですけど。結構ギリギリのバランスっていうか。そこで言うと、青島ってもともとやばいやつではあるから。そのスリルを求めて刑事になってるやばいやつではあるから。そのやばさがピークに達してるのがザムービー2かなと。なんでピーク達しちゃうんだよ。ピーク達するなよ。で、それ以降は、なんか、その無鉄砲な善人みたいになってるんですよ。それ以降、バカじゃん、ただそう、そう、そう、そう。 なんていうのかなその知能が落ちてるっていう言い方悪いけどいやいやいや本当にそうなんだよ、ね、キャラ編の方向がどうしたって,うそうっていう意味で言うと、うん、ギラついてる危うさみたいなことで言うと。 え、前回さ、あんな刺され方したのに、まだスリル求めてるんだ、こいつっていう。やばさだって、もつぶつでね、こういくぐらいだったからね。そう。っていう、その懲りねえな、こいつっていう意味での、その青島のやばさのキャラが、より立ってるという意味で言うと、僕そこね、悪い場面じゃないなって、ちょっと思っあ、そうなんだ。ただ、落ちてない、そのシーンが。なるほどね。あ、そうだね、そうそう。その、 あの、まとまってないよね。事件はスリルとかじゃないんだとか、うんうん、俺の事件とか、そういうことじゃないんだって、うん、青島が。かなりこう、わ、うん、かりやすく物語的に、改心じゃないけど、うんはい、するシーンが、夏になくて。そうそうそう。い,ね、いつの間にか、ちゃんと事件に。 大もないって思ってた人に後からなってるけどじゃあ最初のあのシーンは本当そうなんだよねそこがやっぱ僕はムカつくっていうかそこ変ですよだって最終的にすみれさん打たれてるわけじゃないでもやっぱり結局「どうして現場に血が流れるんだ」とか言ってるけど「いやお前さ」みたいになっちゃうからそこちょっと変だよねちょっと変ですムカつくっていうそうでそこでもう忘れないうちに言っとくと「どうして現場に血が流れるんだ」ってなんか名台詞みたいになってるじゃないですか実は意味わかんなくないですか現現場だだだからしょううがないろってそ 現場で体張る仕事だしそ,だ、ね、その危険は伴っている仕事なんだけどだから現場に血が流れることが悪いんじゃなくて <laughs>、はいはい、どうして血が流れた現場にお帰り見ないんだとかじゃないで <laughs>、はい、すね <laughs> その、それはメイゼリフとして分 <laughs> かりづらすぎるだろうどうして血が流れる現場に愛がないんだとかじゃないですか。うんってなるから最初。うんとスッと入ってこない。<laughs> 入ってこないよ。<laughs> うん。あれ、なんかその、うん、キャッチコピーにしすぎてて、そうだね。あの人たちに直接言うクレームとしては、うん、え、だって現場だからじゃねって思っちゃうっていうか。かかどうした急にってなっちゃうよな。 でそれに対して、うん、まあじゃあ、えっと、問題点2つ目 2>、はい、でいうとまやみきさんのキャラクターはいまあこれは当時の批評とかを今結構遡って読んでみても、うん、かなり批判されてる部分ではありました。なるほど、うん、でこれは女性活躍社会ということをアピールするために管理官に女性を入れたんだみたいなことも「政治ですか?」とか言われてるんだけどうん、うん、その結果まやみきさんがその。 えー、ミューのキキオ隊長さん、はいはい、あれって俺完全にそのマヤミ県の沖田管理官のなるほど、ね、完全にアンチテーゼのキャラだと思うんですけど,ど、うん、いや女性だから抜擢されたとかじゃなくて有能さでアンサーしなきゃいけないでしょ沖田、うん、管理官の。そうだね、じゃないと女性は活躍しない方がいいっていう話になっちゃうもんねそう。 だって本当に嫌なやつで終わってる、ね。本当に嫌なやつで終わってるんですよ。<laughs> で、そんなこと言うメリットないぐらいひどいことを言うんですよ。そうだよね。そう。<laughs> 兵隊は補充してとか、自分が、自分が、バーンって蹴ったりするよね。そう。えー、やばすぎて、首だろ、あれ。いや、わかる。やばいと思う。そう。っていう。うん、で、その後、 なんかいい人みたいにその別の映画でなったりするんだけど、うん、そうそうそのあとねそうまやみきさんは本当にこう役損というかだからまやみきのキャラクターこそスピンオフ作れよって思っちゃうねそうだ今こそその室井さんのじゃあ次の映画がヒットしたとしたら、うん、次にやってほしいキャラクターはまやみきさんですよ、うん、いやそうだよねそう起きた瞳やってほしいですよ、うんうん、有能な管理官起きた瞳を やってほしいですよ。完全にあまりにもあまりにも描き方ひどいもんね。社会でしかないよね。<う>うん、兵隊は補充してとかいう意味がない。うん、だから <laughs> 本当に政治で持ち上がっていく人って、<laughs> まあもちろんその。<laughs> 当時の女性活躍っていうののポジショニングがずれてた時代ではあるのかもしれないんですよもちろんそういう時にはじゃあの可愛らしさとか美人であることとかその設定上も美人ってことになってますからねその可愛い顔してとか言ってるもんねとか言ってますからだけどその可愛さとか綺麗さを利用しながら政治的には周りの人たちとのバランスもうまくやりつつ実は決定としては結構ひどいことやってないみたいなことでのし上がっていくならギリギリわかるんですけど。 散らわれるようなことをするってその政治の手札としても意味がないんでそうだね不利になるよどんどんってそうなんですよねめちゃめちゃもう権力者になって警視総監になった人がそれをやってるならわかるんですけどいや起きた管理官でさえ出世の途中でそんなことするわけないじゃん大事な時だよ今とそう思っちゃうんでこれはちょっとねその子供向けにしすぎかなっていうかそうねもうショッカーみたいな感じじゃんっていうそうだねえラスボスみたいな感じにしようとしすぎて組織内にラスボスがいるっていう感じ 感じにしようとしすぎてて、それはこう踊るの。まあ、上にも話がわかる人とわかんない人がいて。 組対応を維持しながらちょっとずつ変えていかなきゃいけないんだけどうまくいかないよねっていう踊りの世界観ともとも違う変なキャラです正直ねだから多分女版室井みたいなさ初期のねことを目指してたのかなとか思うけどあのギバちゃんも武井俊夫さんもさシリーズ通してだんだん心変わりしていく過程がわかるじゃないでも沖田さんはさその後チャンスが全然ないっていうかそうあのバックグラウンドも描かれないんですよそうだよね 過去は描いてほしいんですよ。そうだよね。なんでこんなにその冷血人間になってしまったのかっていうことは描いてあげないとアンフェアだし、いや可哀想だよね。そう、しもう引いてはこの裏メッセージというか有害な社会的メッセージとして女性は活躍しない方がいいみたいな暴論を背負っちゃってるんですよ。やっぱりダメだみたいなね。危ないですこれ。危ないよね。わかるわかるわかる。っていうのがまあ結構大きな問題かなと僕は思う。だから さ、うん、君塚さんの,あ,のあれなのか分からんけれども、はい、そのさっき言わんで言ってたそのオタク文化への偏見とかはい、はい、女性ってものに対してのそのね,、はいね 扱い方っていうか、それだからその最初の噛まれ、さっき話した女子高生が噛まれちゃったところに対して、阿島がやる言動ってやばいじゃん。そうなんですよね。そこ、そのシーン肯定したの俺あんまよくない。あいやいや全体的な肯定じゃないもんね。阿島って俺いやよくないキャラだと思う。思ってるからってことだよね。俺がもうちょっともう過大評価しすぎちゃってたから、幻滅してるんだと思うんだけど、なんかやっぱそういうこうなんかこうブなんかコメディの部分ワンの時とかうまくいってるから。 そこはいいとしても、うん、なんかなんか社会性の部分で大丈夫かいって思うところがやっぱ気になっちゃうよね、僕はい、で、まあ僕らが。 割とね直系で影響を受けてるというか歌丸さんが3とファイナルに関してめちゃくちゃ言ったじゃないですかそれが結構僕らの中では割と衝撃だったというか踊るって世の中的にもヒットもしてるし僕らが好きなドラマコンテンツをしかも世の中でも認められたものかなっていうまあもちろん叩かれてる評論家の人とかが叩いたり評価してないのはテレビ映画だから分かるって感じだったんですけど高校生とかの時に。 とかその、うん、大学生になるぐらいか。はい 高校生ですねでもねの時とかにあれを聞いてあそんなに間違ってるんだっていうね思いましたけど確かにね当時そうだったねそれで見直してみて大人になって批評とかを学んだ上で見てみると確かにやべえなって思う部分もあるんですけどそれで歌丸さんが言ってた社会派風のものをやろうとしてできてないみたいなより持ってる認識のやばさが出てきちゃうみたいな話って結構しててそれって確かに否めない部分でも結構あると思う 思うんですよ。で結構鋭いなって思うんですけど、よりもう半歩先に。たまさんの論を前提にしてもう半歩先に行くと。進めるとすると、その既存の、そのマイノリティに対する。偏見とかを、その強化する方向に向かっちゃってるんですよね。ああ、なるほどね。そう、女性からほど、そう男性に対して、世の中で活躍してないのを。出ていこうとしているものを押し付けたりとか。 上かからこう押しのけたりとか、はいうん、あとはそのオタクって既にもともとバカにされてるものをよりキモいよね怖いよねっていうふうにしちゃったりとかっていういやその強いものをくじく感じじゃなかったんだねはいっていうのはでも君塚さんの本質っていうよりかは、うん、いやードラマの時とザムービーの時はもうちょっと強いものに対する皮肉があったと思うんですけどねーっていう、うん、だから荒くなってってたうねのそうなんですよ本当にね。 言いますけど年齢がこう上がっていくとこう保守的になってこうマイノリティに対する目線がどんどんこう弱くなっていくみたいになって作家として珍しいことではないのでまあそういうことなのかなとか思っちゃいますけどまあまあそういうところはだんだんその違う目線でね その誰かが直ししててくれたらいいいなとは期待してるんですけど、はい、いやだからこそこの2024年に室井をね、はい、あの君塚さんでやるわけじゃないそうそれどういう描き方なのかしそうなんうすよ常に気になってるところではあるだから、ね、あのある意味あのこういうレビューをね今今後もやりますけど、はいはい、やっぱそこって絶対触れ,な触れてくると思うわけ、はい、作家としての社会性の認識の部分というか、はいはい、大事大事 10年以上経つわけじゃないフォ、はいえー4からしたらねどうなってるかってところはすごく注目だなと思いますね実はそこをちょっとでもこうクリアしてたりしたら、うんうん、おっって結構やっぱ思う,うところなんですよ、ね、でその間にやっぱラストマイルがいるわけだからそれすごくねなんかおもワクワクしてますいい意味でもちょっと基準になっちゃったみたいなところはありますよね でじゃあちょっといいところも話しましょう。あもちろん。はい。すみません。いいところから話したのが良かったね。そうね。最初からね。はい。P の部分で。すみません。順番間違えましいやいやいや全然。ザムビーツーの。はい。僕良かったところは、やっぱアバンかな。あの訓練のところね。はいはいはい。草壁中隊長とかを倒してしまうところですね。はいはい。あそこは良かった。 だからね。そそそそううううお金できたんだなって感じもするしまあえっとワンの構造に比べると、うん、本当にシリアスなことをしようとしてるようにはまず最初から見えないっていうのがあって最初から青島たちが、うんうん、まあ プチコメディみたいなことをやってるなっていうところから逆にシリアスになるっていう話なので1の時とは実は実構造は転換してるんですよねなのであのいいなっていう感じがしますし結局その強いものに対して諸葛が実力を発揮するっていう話ってこう踊るの精神性とめちゃめちゃ密着してるんでおーいいじゃんいいじゃん。かかかるるるいう感じでした タイトルにパーンって入る直前のとことかさ、船から降りてきた青島に、とんでもない引きのカメラが <laughs> <laughs> そう<だ>、ぐわーっと寄ってってさ、すいません。か ちゃゃいましたじゃん<高>あれやっぱあの前回も話したけど、うん、間も間というかさ、うん、あの動き方としてもすごいいいしあとまあ雑だけどこの時に一応耳栓のね伏線があったりするのでなんか、まあ、雑っちゃ雑だけど大したアイディアではないけど面白いよね。うんうん、でしかもあのあの後々さっと,とさ、うん 合流するっていうか、クライマックスで一緒に操作しなきゃいけなくなっちゃうってところとかも、あ、気まずいみたいなところとかもいいし。同、ね、っていう、ねうん、感じの あのカメラワークとかも含めて結構元広節ですよね。ねぶしぶしおとよさんのいいところ出てるなと思いますし。あとオープニングの、このタイトルバックが。相当グレードアップして,て、はいいや。僕大好きツーのオープニング映像、はい。もうカット割りがめっちゃ増えてるし、うん、そのデジタル処理みたいな感じのものも増えてたりとか。であとフォーカスするところの、その手のパーツとかが、より顔が隠れるって。いうはい、はい、これオツですよね。ねねいやおあの格好いいよね。めちゃくちゃ格好いい。うんうん、で事件に出てくるものが、この時点ですでにこう。 出てきて不穏な感じで、既にこうサブリミナルに騎士感をあえて与えるみたいなところも含めてこれはもうタイトルバックもう歴史上結構残るレベルだから僕あのそのアバンタイトル入る前にピーポくんがあのワンガンのあ、ワンガンくんねワンガンくん、あ、ごめんなさい失礼しましたガチ勢じゃんガチ勢踊るガチ勢じゃんワンガンくんが案内ビデオそう案内ビデオから僕結構好きでこれラストマイルボンの冒頭っぽいなってそう思うんだけどあの これもまあ結局これもねあのまた話ぶり返しちゃうけど、うん、パトレーバーっぽいのよめちゃくちゃそうかパトレーバーも埋め立て地ではい、はい、あの湾岸のあたりの話だったりするんだけど、うんうん、なるほどねその日本の映画のこういうねジャンルムービーの盛り上げ方の一つとしてうまいなと思うのは、うん、やっぱ海外の映画って、うん、あハリウッドのねベターなこういうまあアクションとかなんでもいいんだけど、はい、世界を救う系の映画って、はい、やっぱこう。 一個の都市が舞台になるか例えばゴジラが来るってなったらやっぱニューヨークが舞台になっててでニューヨークをどう守るかっていうかうん、うん、でそこさえ救えれば、うん、あの世界が救えました風になってるっていうかで日本でそれをやるってなかなかこう難しいんだけどこのお台場うん、うん、で6本の橋があってとかこの。 このセッティングの段階であワクワクするっていうか日本そのもの全土を舞台にするじゃなくて一か、うん、所にあえて絞ってうん、うん、でしかもこの開発途中の街っていうのがうん、うん、ちゃんと後半でさ生きてきますね生きてくるじゃないこの街は増殖してるんですそうなんですよ完成してないんだみたいなこれ,れはねちょっとね まあ、わかんないけど、ちょっとね、うん、改めて見ても、ちょっとぞわっとします。するよね。うん、で、地図にない道があってとか。うん、あ、どこに隠れてるかわかんないんだ。うん、だから、所轄の刑事が。知恵を振り絞って、うん、ここ道路ですとか。はい、あれって、なんかすごく、こう、あの、そもそもあった、現場と。本店とっていうところの、まあ、対立、亀裂。はいはいね、で、あの、室井さん側の本店とかは。うん 現場はよくわかんなないいみたでも所轄の人たちはもう足で歩いてますからどこに抜け穴があってここが廃墟でとか分かっててそれがこうつながってくっていう本来踊るが持ってるこの対立構造のなんか見事な帰結をちゃんとするからちゃんと回収されてるっていうかまとまってるなっていう感じですねだからちゃんと街が舞台にて主役に一個なってるっていうのは確かにね ちょっとするなオープニングから最初に湾岸君のビデオで後出しじゃないっていうか全然知らない東京じゃない人とかが見ても「ああお台場ってそうだったのかよそれは分かんねえよ」って後でムカつくとかがない感じもするしあとは結構大事だなと思うのはその映画の引用みたいなのって割とその安直って言ったらちょっと失礼かもしれないですけど結構ライトにもう行われるのって踊るの映画ほとんど全部出てきますよね。 っていそのんか松本成長的な世界観の足で稼ぐみたいな靴がボロボロになるまで足で稼ぐみたいなそういう世界観も僕あるイメージあるんですけどんかそれでいうとその諸葛の人たちってでももうとはいえインターネットとかもある世界だしとはいえ現代的な人たちなんですよっていうのがある。でそれに対して地域のことが特に分かっていない本店バーサス地域のこと分かっている初活っていうのを示すときに足で稼いでその 町の人たちとの交流があるとかにするとかって結構無理だと思うんですよ規模的にねそトラさんのあの通りじゃないんだし町の人との接し方もそれなりにデジタルですよって多分思うしそこを説得力を持たせるのは厳しいと思うんだけどでも増殖中の出ちかけの町の裏道とかをリアルタイムで知ってるっていうのは初活のパワーとしてめっちゃ説得力あると思うだ。ですそこは結構アップ アップデートされてる現代的な都市を舞台にしたドラマとしてかなり正解だなって思うんですよね。でそこは結構真下正義とかにもつながってくる部のがあって結構なんていうのかなその踊るのこうおしゃれさうん、うん、なんかアーバンな感じうん、うん、っていうのは一応ねその年数ごとにこう更新されてるんだよなってそうはあるから<ー>そこがかっこよかったんだなこの作品って思う。うで最終的にその犯人をお台場に閉じ込めるっていうために「レインボーブリッジ封鎖できません」っていうのは、はい。<laughs> もうどう考えてもパワーフレーズ逆算のちょっと無理ある話だとは思うんだけど <laughs> そうだねとは思うんだけどね<ー>、うん、でも全体的にはなんかテーマっていうか焦点ははっきりしてるから「してるよね、でレインボーブリッジを封鎖せよ」っていうタイトルもあながちミスタイトルではないから。うんうん うん、なんかこの時点では、うん、作風の一個の映画の中心は見える作り方はしていたなっていうのを思って、うんね、あの全然2回目見ても楽しくは見しかりましたどこに向かうかちゃんと分かるからだから「レインボーブリッジを封鎖せよ」ってタイトルってちょうどいいダサさじゃないそうなんですよね <laughs> それもいいなっていうかううバカにするもんならバカにしたらいいですよねぐらいの感じぐらいのるでからで子供とか、うん、本当に普段映画を見ない人とかは純粋に面白そうって思っても OK っていう感じのぐらいのことですよねああとねねれだねその組織で 組織論っていうか、うんはい、まあ組織論の映画じゃん踊ってずっとね。はい、でそこでいいのはやっぱりその会社員を殺してる連中が、はいはい、リストラされたまあ社員だと。これもね社会問題系っちゃ社会問題系なのかなっていう感じではありますけどね。ねもちろんそれをそこに至るまでで容赦なしっつって沢山が分かっちゃうっていうとかちょっとしょうもなすぎるんだけど、あのただその組織図でさこう、うん、縦に、うん。 縦だと警察を。受刑図的にね。そうそうそう、セラミッド的にね。でも彼らは、あの石だけ、目的だけ共有して、横なんだみたいなのって。あの、なんかこう、組織論をずっと歌い続けてきた踊るにとっては、いいテーマだし。新しい回答ですよね。で、リーダーとはみたいなね。で。 こっちあの警察側はやっぱリーダーが優秀ならいいんだみたいなね話だから上司に恵まれるって素敵だなみたいな話にちゃんとなってるから、うんはい、そこもちゃんと踊るのこうやってきた精神性っていうものにちゃんと 答えててるっいうかそこもうですねだからそのマイノリティをよりこう意地悪に描いてるじゃんか問題っていうのはずっとあると思うんですよ。女性に対してとかインターネットユーザーに対してとかあとは外国の人に対しての描写とかも俺はあるなって思うんだけどこのあとあるんですけど意外とこのリストラ問題っていうことに関して言うとただ単にリストラされた人たちを怖いもんだよねって扱ってるっていうよりかは。 いやそもそもその本店対所轄っていう構図自体がバカバカしいよねって思わせてくれる存在として社会の外側に一旦出た人っていうのを描いてるのっていうのは結構真っ当なアプローチかもなっていうのは今見てもちょっと思うところがあって、うん、組織にうんざりした人とし、ねうん、でそれはラストマイルとかの非正規雇用の問題とかにも関わってくると思うんでうん、うん、なんかねその部分に関しては僕はマイノリティの描き方とか犯人 像の描き方として今2020年の時点で見てもあんまりこう足ざまには思わなかったですねそうだよねそこはなんか全然いいなよく考えてくれてるなって思いましたそこはあのとだからその証拠品を特定しようとしたら大量生産されてるもので特定できませんみたいな結構皮肉ですよねなんかあれもやっぱり意外とうまいこと聞いてるなって感じあとリストラされた人を調べましょうって言ってその数人なのかなって思って調べようとしたら2000人いますみたいな結構うわ マジかだもんね。わか、はい、りますよね。うん、<う>なんかね、そこのね、うまいとこはうまい。うまい。だからそれに近いので言うと、うん、あの後半の方で、うんはい、室井さんがしかも今日は最実だっつって、<ー>大量の人たちがこう。 交通の量量ででとんでもない量がうねってて監視カメラの体制もあるけどそれじゃもう分かんねえよっていうレベルのなんかああいうあのラストマイルで言うとほら何千人働いてますみたいな時ちょっとゾワッとするじゃんオープニングとかねそうそうそう、はい、この中に犯人いるの見つけるの無理じゃないみたいな。 まあ、日本映画の、まあ、ジャンル映画、まあ、こういうエンタメの映画をやるってなった時に、うん、やっぱいい盛り上げ方だな単純にこう,う、ね、規模、うん、だから何千人いますと全部映す必要はないけど口頭で、うん、わそれ無理ゲーじゃないって思わせる盛り上げ方っていう意味でもうん、うん、確かになんかお上手だなって感じしますね,そすねそのお台場ってことだけじゃなくて、はい、その東京っていう一極集中の過密都市っていうもの自体の肝さみたいなものも一個犯人じゃないですか言った、はいね、東京が犯人みたいな。か、まあ、かるるか 都市が主人公だもんねだからその東京が観光地としてぶち上げていた「レインボーブリッジ」っていうものをタイトルにするのも別に悪いことじゃない,いう、うん、詐欺じゃないギリギリ詐欺じゃない,っていう感じなのでいい、ね、まあなんかヒットしたことにも理由あるし、うんね、全然子供の時はただその犯人ちゃんと分かんないんかいみたいなのは結構うーんってなったけど逆にこれでこう鳴らされたことによってその後の踊るの。 まあまあムカつきはなくなったっていうか犯人中心の話ではねえんだっていうのはここでもう確定も確定したこうういもんっねっていう感じかなうんまあ僕は6本の中で言うと「THEMOVIE2」が2位ですおおいいですねはいまあ動画かでもいや微妙かなあ微妙かな2位じゃないか僕2位じゃないかも僕3位かなどうかなちょっとあとで言いますそうだねはい 僕はだからそのまあ社会性の部分も今話したけど、はい、それともちょっとずれるけど、はい、やっぱりその前回も話しましたけど、はい、踊るってガチサスペンスガチミステリー、はい、ガチ刑事ドラマできないから僕はやっぱり枠さんの「ちょっといいか?」ってペン出して「用なし」ってことは用がないって。うん ってことじゃないかみたいなやっぱ今見るとキツって思っちゃうというか <laughs>、えー、そう <laughs> いや俺いよ <laughs> そうかあ僕、うん、そのまあでも、うん、結構やっぱ些細なセリフの、うん、こうい,いじりというか、うん、くすぐりみたいなところがうまいんだと思うんですよはい、はい、君塚良一さんの脚本って。で そのにしななさいいみた言われた時に「ああそういうの難しいから今言っちゃうわ」っていう枠さんの書類で出さないそう空気感とかはいいなと思いましたけどねなんかだからじじじが何か言ってんなってバカにされてると思いきや本当にそうだったわそうだねと思うけどね俺は。俺はねでもどうしてもそのまあサスペンスミステリー事件どうやって解決するか犯人誰かってやっぱり一応なってる話だからそういうふうになってく時にこうきっかけわかるきっかけ真相に近づくきっかけが。 ダジャレってちょっとなーって僕は思ってまあ一応ほら、ね、ドリフじゃねえんだからとかねあのツッコミが入ってるとはいえうってなっちゃうしあとあの砂の器のね、はい、亀田鎌田のところも、はい、やっぱりあのパロディでしかそこのこう、うん、難局を乗り越えれないようになっちゃってるというか,、うん、か要はその頭脳明晰な人がいちゃいけないっていうか この映画の中では出てこれないってい天才探偵は一人もいないし。いないし。話だし、それが現実の警察なんでしょっていうことも。そうそうそう。いたらいたら変だから、この踊るのとんまに合わないから。かね、だからそこがすごくこう、やっぱり刑事ドラマの映画を、うん、 こうやって連作でシリーズで続けてくってなった時の一個の弊害というかある種の限界ですよねそうなんですよそれがちょっとこの2の段階で若干感じちゃってるところではその言葉遊びで言うとやっぱ「ザムービーが結局トップだなと思うのは「そのザムービーでは補助線にすぎなくて手がかりではなかったってことなんですけどその本庁本店とか警視総監のことを社長副総監のことを副社長って呼んでたっていうところから えっと身内のがそうだね、そうだねって思ってた。はいはい。だから警察を辞めた人とかの犯行かな内部なんじゃないかと思っていたら、あ友達にその本当に副社長だと思って話してたんだっていう勘違いしてるというね。ので子供たちが少年たちがやったんだっていうのはなんか。 面白いですよねそれに匹敵するようなものではその「洋梨」とか「亀田」とかはそれじゃないっていうそうなんだよねそれはアイディアの一個のレベルの違いですねだからワンのその副店長は副社長どうのっていうのは所轄から呼ばれてる皮肉っていうものも入ってるし組織論の話も入ってるしかつ犯人がガキどもだったっていうところであんま認識できてないっていうだから自分がやったこのことの重大性も多分ほぼ責任能力がない状態でやってるっていうところも も、うん、相まってるから、しかも別に大したギャグになってるわけじゃない,じゃないギャグじゃなくて、でもちょっとゾワっとするっていうか。そう,そう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 。そっちかっていう驚きはありますけど。ミステリーとして驚きあるもんね。用、うん、なしは用なしが置いてあって、用なしって気づくだからそのまんまなんですよね。<laughs> そう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 。ちょっとねなんかおっていうのは。うん 見直すとと思ってしまうころでその巨色の部分っていうか綿あめの部分は広がってるけどその角の部分の味がちょっと薄くなってるのかなっていうのは「ザム e m ーから「ザム e ビー v への変化としてはかなりありますけどでも決して嫌いにはならない作品ではありますけれどもヒットしたのもわかるしね何かねまあちょびっと問題点というか沖田さんのところに関してはそうね真由美さんの今後のスピンオフ作ってくれても全然いいよというところでは。 室井さんの新作出るわけじゃないでそこで一応真矢美樹さんもクレジットでしょだからそこどう絡むのかな割と過去を描いてくれたりとか秘境隊長みたいなキャラクターになってたりとかしてくれたら押せるなっていうありますので4基礎をね動かしてほしいですれさんが あれスミレさんが体調悪いみたいなってこの後でした。<laughs> あの後遺症があるやつ。あ、そうか。それは四。そうか。打たれた後遺症だった。そう。これ打たれるだけそうだ。だスミレさん打たれるところも。 あのちょっと意味わかんないなとは思いましたねあそこで撃つ <laughs> 撃つ理由があんまよくわかんないんでけどねハイスピードでこうやってる犯人がねその辺とかもなんか一の時の青島が刺されるところは、ね、そのお母さんがわーってなってるっていう理由があったけど 2> いや2の犯人はそこで発砲するようなキャラクターかなーって思うと、ね、割とこう一の作り方をなぞりすぎた結果うまくいっていないところがちょこちょこあるのでは、ね、という分析ですよなんかねやっぱりフィールあのさっき話したトシが主人公になってるでもその分フィール が広くなったじゃん、はい、それでちょっと持て余してるというかそう、ね、だから多分その大島が足されたとこってあの団地の子供部屋で追い込まれてお母さんかみたいなのはこう分かるけど育、はい、ちゃんがさっき言ったとおり、はい、あの広い空間で人にこう囲まれてるとこで、はい、確かに追い込まれてパニックになってっていうのは分かるけど。はいはい 打つかななそううんですよよとは思っちゃね犯人像はちょっとブレてるかなっていうのはありましたけどねまあそんな感じかなそうですねまあ世の中で酷評されてるほどではないのではという再評価をしてもよいのではというぐらいの温度です。気持ちはまいというわけで「ねずの映画版」では「踊る大捜査線」映画全6本を喋っていきますので皆さんもね FOD で全て追いかけてください。 <laughs> よろしくお願いしますよろしくお願いしますあ、再生リストで、えーはい、過去のですね熱の映画版シリーズえー、全てありますのでよろしくお願いしますしお願いします以上、おちまやすおきでしたじゃがも斉藤でした